中日ドラゴンズはどうすれば暗黒時代を回避できたのか。もっと早い段階で身売り、親会社が変わらない限り暗黒のまま。しかし何がそこまで親会社球団のやる気を奪ったんだろう。やっぱり金のなさが原因か。チームを強くしたいという情熱も何も感じないわ。もうなるようになるさま程度でしかやってない。落合時代はすごい選手が揃っていたが、やがては年齢的に衰えていく。新陳代謝が遅れてしまった。それがなきゃ落合が2012以降監督でも弱体化は必死だっただろう。皮肉だが黄金時代が暗黒時代を招いたような、そんな気がする。落合を呼び戻したことが暗黒の理由。あの落合退任以降まるで悪魔と契約でもしたのかと思うほど安定したな。よほど罰当たりなことだったか。落合政権が長く続いてしまったのが運の尽き。長くても3年4年で終わって、その後別の監督で世代交代を中途半端にせずやっていれば。ただ当時のメンツではそれは難しかったか。結局白井がオーナーをやっていたのが根本的な問題。ご視聴ありがとうございました。